L15 とは、富士重工業の水平対向4、気筒ガソリンエンジンである。EJ15 の後継機種として、2006年から2011年まで、スバルインプレッサシリーズに搭載された。L15 型水平対向4気筒エンジン2006年に、行われたインプレッサシリーズの部分改良で、追加されたシングレード、1.5R に、初めて搭載された。なお、 この部分改良以前から存在するグレード 1.5i には EJ15 が継続して搭載されていた。翌年2007年に行われた3代目のフルモデルチェンジにより、同社の1.5リットルグレード 15S には L15 が搭載され、この時点で EJ15 搭載モデルは消滅し、同社の1.5リットルエンジンは L15 へと完全に引き継がれた。 海外については地域により採用時期が異なるが EJ15、EJ16、e、に代わり3代目インプレッサからは全て L15 へ切り替わっている構造的には EJ 型エンジンを基本としており多くの部品を共用している基本仕様にはその変化が現れないが2007年のインプレッサフルモデルチェンジ後の L15 はシリンダーヘッドやピストンなど一部本体部品まで 変更されている。ボアピッチが 113mm で EJ 型エンジンと共通なだけでなく、クランクシャフトとコンロッドは工程が同一である EJ25 のものを流用している。EJ 型エンジンの設計を最適化して使用している。アバックス関係の部品についても DOHC の EJ 型エンジンと同一のものが適用されている。 EJ 型エンジンとの共通部品が多いため、エンジン全体で見ても DOHC の EJ 型エンジンとの見分けはつきにくい。以上のように、L15 は基本構造、使用部品の観点から、新エンジンというよりも EJ 型エンジンシリーズの一つと考えることができる。L15 発表後。 EJ 型エンジンの後継として、L20 や L25 が開発されているのではないかとの憶測もあったが、その後の新モデルでも EJ20、EJ25 が搭載され続けた。上記のように、L15 は EJ 型エンジンの一バリエーションであり、L20 や L25 といったエンジンは、リリースされることなく、2010年9月に EJ 型エンジンの正式な後継となる。 新世代のボクサーエンジン、FB 型エンジンの開発が正式発表された。ありがとうございます。